はい、どうもー、はい、どうもー、おで牛腸中年危機、かわいいフィッシュボール国際高専そこです。なんでやねん。ソリソリ江口洋介です。なんでやねん。大家有冇聽過？なんでやねん？呢個日文咧，可能係日本嘅綜藝節目或者相聲入邊咧，大家都應該聽過啦。係大阪關西地區嘅方言嚟嘅。誒，今次咧，有冇你查？すごいですよ。係。あのね，被稱為搞笑之都嘅大阪，天下的廚房嘅大阪嚟到一天啦，やった！大阪物产展，行ってみましょう。いや、不过九州或者北海道的物产展就听得多，大阪就好像比较少有的感觉。大阪啊，冇聞かないよね。哦，大阪烧冻唔系张耀烧的嗰啲饭都有得卖，好多种类啦。平时咧喺出边嘅超级市场咧，超级市场就比较少见咁多种类嘅。大阪燒同埋章魚燒嘅嗰個粉啊，啊嗰啲醬汁都好多種喎、啊，すごい。見て，章魚燒嘅 sauce 或者大阪燒嘅 sauce 都得，呢個係大家屋企嘅雪櫃入邊咧有冇大阪燒或者章魚燒嘅嗰啲醬汁咧？係關西地區嘅屋企咧，一定有，一定有，一家一支咧。絶対あるよね。ある。これはね、あ、すごいよ。山根さん見てくださいこれ。これ、インファン 50% オフ。大きい本。これはいいですね。カロリーとは 30% オフ。ほら、元大王嘅罪悪感。これ買いましょう。ゲット、お前。わ、美味しそうやな。外カリ、中トロ。出面是好脆，入面是好入口即溶的感觉，好吃嗦，好像好好味咁。すごいすごい。あれ、すごい。烧白酒鱼的嗰啲道具都有喎。呢、這个都是关西人的屋企咧，系一定有一个ね。関西人の家には絶対あるよね。俺も持ってるからね。我都有喎。我而家香港人屋企都有一个。そう。あやまねさん家にもある。たこ焼きパーティー。そう、たこ焼きパーティー、完全タコパー、めっちゃ楽しいよね。買呢樣嘢，跟住咧擺喺嗰啲 gas 爐就搞掂。これ楽しいよ。はいら、大家一齊聚埋一齊整たこ焼き，好開心ですよ。とあ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 と。すごいやん。え、ブラックラーメンあるやん。大阪ブラック。これはね、非常出名嘅、叫做高泉亭。高いだ。これはね、高泉亭嘅ラーメン係東大阪發祥嘅一種ラーメン嘅 style 嚟嘅，黑豉油同埋雞湯為主嘅。嗰個豉油嘅味道同埋雞嘅味道係好濃厚，好有 punch 嘅。すごいよ。跟住系啦，呢、這个酱落佐洛古都系高整甜 style 嘅拉面啦。不过咧，佢嘅豉油就冇咁嗰个冇呢个咁浓味嘅。如果豉油嘅味道咧，如果你中意咧豉油嘅味道咧好浓厚嘅话咧，系我推荐呢个啦。咁呢个就相对嚟讲比较 balance 啲。啊，すごい早くも来てますね。すごいよ。我唔识读紧呢个。广东话，疯人啊，唔识到啊！呢间咧都系豉油拉面嘅，但系咧佢嘅面豉拉面系非常之出色嘅，好多人系嘅。咁有啲人话咧，佢嘅面豉嘅味道咧系超越咗嗰个面豉境界嘅面豉嘅味道咁样。所以呢三间其实系大阪关西地区非常之出名嘅，获奖无数嘅拉面。いやすごいね。一点。ありがとうございます。もう何個に三間ラーメン入れると香港。あれすごい。見て。五年連続。労働毎日連。ガンサイレイ。すごい。
面積シール。山根さん面積シール知ってる？はい、知ってます。明石焼きって。うん。出汁につける。これ、そう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 。見て、ここ。あのね、同普通嘅章魚燒有啲唔同嘅，佢有個出汁嘅。咁咧，將嗰個章魚燒咧係浸喺嗰個出汁入邊食嘅。係啦，我都冇諗過喺度有得賣面食燒喎。米粉，因為國產米粉嘅大粉燒 ，gluten free， 對小麥粉有啲敏感嘅小朋友都可以啦。不如做試試苗，試下呢個。一丁就可以食得，幾方便快捷。Yes， 塔哥一揭，章魚燒嘅味道嘅 Blitz。うわあ、これね、細個嗰陣咧，喺零食嘅鋪頭嗰度咧，揸住嗰啲50円、100円去買呢啲啊。うわあ、好懷念啊！哦。千里游师傅，你好，すごいな。そうよそうよ。千里游师傅都系大阪嘅堺の出身嚟咧。我觉得咧系佢哋咧用得嚟千里游师傅嘅相啊。咁推出呢个抹茶嘅朱古力一定好好味，品质保证，试下先，系咪真系品质保证咧？今次一天，ありがとうございます。上次北海道嘅物产展咧就有个洋葱 ketchup 好得意嘅，今次咧大阪物产展都有大阪面麦 ketchup，yes。頑張って。よし、頑張ります。我想要嗰个拍照先。よし、サバと。いけ。啊！再来一个，難しいな。もうちょっと応援して。姐姐啊，我想要你哋嘅鼓励啊！加油啊！よし，我想要白粥要烧，白粥要烧。呢个好似有啲难度咯。加油！やった！やった！よし、イエーイ、やったー、ありがとう、イエーイ、Thank you、Thank you、よーやった、もう見て、おだいや、最後、あげてみよう、シャッキーン、もう、うわすごい、お第一成功者、かわいいこれ。いやー、ディゼーゼーとはいほういっちゃいな。なんか、大阪のおばちゃんと似てへん、めっちゃ。大阪嘅嗰啲ゼーゼーね、嗰啲阿姨ね、都はいほういっちゃいんげ。はいほうじょんぎ、けんがいえ、どんやんで。おだ、香港嘅ゼーゼーとはよ。おほいさんま。すごいよ、これね、呢個ね、我以為ね、係入邊有個細細個袋、細細個袋咁樣。唔係嘅。ほら、わー、見て、咁長嘅原來係，祝大家身體健康，長長壽壽。嗯，呢米顏色會唔會有啲白酒魚嘅好豐富嘅白酒魚嘅味道咧？有冇你想 choose 咩嘢？難啲，真係難啲。いただきます。タコ。ほら、なんで？八個、ほら、8本ちゃんと足が。呢個魷魚燒嘅煎餅，好厚身嘅，好似米果咁樣。我呢個煎餅係比我想象就仲厚身啲喎，呢個好香喎，哇！咪咪顏色，或者會遊花，好似魷魚咧喺大海入邊遊緊咁樣，好新鮮嘅。山根さん、注意していいよ。なんでよ。いただきます。あ、いたー！魷魚嘅腳係十隻。頭先白酒魚就八隻。シャキーン。
睇似係好普通嘅白荔枝。嗯，個葱嘅味道比較濃厚啲喎。嗯，我覺得呢個配啤酒係好好味啊。我知，千里優嘅抹茶朱古力，我諗咧，我相信咧呢個一定係好味嘅。哇哇，すごい！包裝得好靚啊！除衫，哇，シャキーン，好靚喎！哇，好濃厚嘅抹茶嘅味道。じゃあいただきます。うん、パキラ。パキ。抹茶嘅嗰個味道係好濃厚，濃厚到咧，好似 feel 到咧，好似茶葉嘅纖維咁樣嘅感覺咯。我覺得咧，千里優如果仲喺度食咗呢個朱古力咧，一定會講唔係我嘅童年嘅回憶。Come on！ 哇，すごい，好懷念啦！哇，我仲記得呢個啊！是以前咧，我小學生的時候，呢、這個係30 yen 嘅，係啦。啊，呢、這個都食過，哇！啊，呢、這個都食過啊，呢、這個扮食煙咁樣，哦，嘅紅色、藍色，本山先生，見得到我哋嘅零食啊，呢、這個冇食過喎。山根さん食べたことあるこれ？ないよな。これ食べたことある？いやちょっとレトロすぎますねこれはね初めて見たね。呢個我完全唔識喎。絶対内緒よって書いてある。絕對秘密。哇，なに好セクシーで姐姐。すごい。呢個雖然係急凍，但係咧嗰個香味同埋嗰個賣相咧都好似鋪頭或者屋企整嘅大阪燒咁樣咯。係啦，唯一一個好肉酸嘅地方就係我。嗰個沙律醬咧，喺落得好好肉酸，算乜啫？哇！大家記住，呢、這個係用米粉整嘅大阪燒嘅時候，すごい！嗰個質地比起普通嘅大阪燒，真係有少少好似年糕咁樣嘅質地啦，好意思多，好似好好味咁啊，好香啊，哇！いただきます。うん、うん。的確有米粉。我個口感完全同嗰啲普通嘅大阪燒嘅口感唔同啊。嗯，係啊，好有彈性啊。係啊，嗰啲有少少嗰啲糯米咁樣嘅嗰啲滑滑咁樣嘅質地，好得意，好意思。啊，入邊有個酸薑啊。酸薑的味道，同埋有啲海鮮的味道，有葱啦，好香。呢、這個20几蚊喎，すごい，都幾抵啦，我覺得好方便，因為好快速咁樣整到。我陣間我買って帰ります。我買翻嚟，喂20几蚊人哋，安くない？安い。うん。めっちゃいい匂い。好味人哋。うん。めっちゃ美味しい。山根さん食べる？いただきます。バリうまいこれ。熱い。いや熱くはない。どう？うん。うまいやろ。美味しい美味しい。山参うまいやろ。うん、うまい。うん。これはいいな。うん。でこれマジで買って帰る。美味しい。うん。大家知唔知道明石烧明石焼きはまやれ？大阪烧加埋出汁。跟住咧，呢、這個大阪燒嘅味道咧，都係同嗰啲普通嘅大阪燒唔同嘅，係軟身啲啦。哇，好大啊！呢啲好大嘅白酒魚，跟住咧係嗰個章魚燒都係呈黃色嘅，咁佢嘅蛋香味都係比較濃啲嘅。第一個，嗯。嗰、那個咧白粥魚燒嘅嗰個質地咧，好似入口即樣嘅玉子燒咁樣嘅，跟住咧個入邊嘅白粥魚同埋嗰個出汁嘅鮮味用埋一齊，有冇香多咗？熱い。ちょっとタコ入ってないけど、熱くない。
いつも暑いって聞くな。うん、猫舌やねん。あ、そうなんや。うん。あ、美味しい。あれうまいやろ。いやー、にごクオリティ系真系超乎我嘅想象啊。系啦，可能有啲朋友咧唔中意嗰啲白酒越烧嘅嗰啲好油嘅感觉，咁就可以试下呢个啦。美味しいよ。好 straight。好直接咁樣 feel 到白酒肉嘅鮮味，係同埋出汁嘅好味，嗯，好味。我真係會買翻嚟，四つぐらい行くか。安いもんな、廿幾蚊やもんな。六個行こうか。これ行こうか。最初にも一個行っとく。うん、これなんだよ。こあ、カツオと昆布もあるんや。こっちって言う。オートイオヤコ。カツオと昆布美味しそうやな。プロモーションの今回アピールお願いします。え？プロモーション何？本格的な粉物を香港でお父さん。はい、じゃあ。こんな感じ？はい。ほい。おすごいすごいキャッチーゴー先根性やったすごいな山根さん今日仕事やけどめっちゃ楽しんでるやんやりましたじゃあ最後に仕事してくださいこのプロモーションのお知らせお願いしますお知らせ3月22日まで、はい、やたで、うん、大阪うまいも大阪の食を探る大阪の食を探るやってますはい皆さんぜひやったー